秋冬のスポットコレクションだと割と定番でリリースしてたのがプルオーバータイプのパーカーなんですけれども、今季はですねちょっとですね普段のプロバのパーカーとは趣向を変えてですねこのようにハーフジップと、フードのドローコード、裾のですねドローコードだったりとかで、ちょっとこうアノラックパーカー仕立てにした、パーカーっていうのを、全くの新作としてデザインしました。ちょっとね、こういうパーツが加わるだけで普段のプルオーバーとは雰囲気が違うので、1枚でもかなり主役になれるようなデザインなんですけれども、もちろんですね、インナーとしても活用できる、デザインになったんじゃないかなと思います。で、素材はですねこちらの定番パーカーに使用したこともある、シャンカールっていうですね、非常にこう着心地のいい目もですね、綺麗な、パーカーを使っているので、スウェットですね、スウェット素材を使っているので、着用しているだけでですね、気分の上がるアイテムになっているんじゃないかなと思います。で、デザイン上のポイントは、もちろんこの辺のハーフジップとかってのポイントなんですけど、ここのですね、ハーフジップのところもフードに直結しているので、やっぱりカーリーのパーカーといえばフードのこの形の出方だと思うんですが、パターンを工夫して、例えばこういうフルオープンにしても少しこう襟が立つような感じ、パーカーの形が綺麗に出るようなところっていうのを、試行錯誤を繰り返して実現しております。なので1枚着はもちろんなんですけど、アウターと合わせた時もフードの出方形綺麗ですし、非常にですねいい仕上がりになっているんじゃないかなと思います。ちょっとこう開けてきてもいいですね。で、こちらの素材に関しては今回この3色でカラー展開を、してるんですけれども、後染めで色を出してるんで、ちょっとこう古着っぽいまではいかないんですけど、少しこう丸みのある感じのカラーに仕上がっていて、イエローもそうですし、ブルーもですね、そういった感じです。なので、1枚着の時もちょっとこう明るい感じで足すことできますし、秋冬どんどんですね、シックになっていくコーディネートの中で、今回のスポットコレクション、他のアイテムもそうなんですけれども、印象的にカラーを使えるっていうところがあると思います。差し色としても、ぜひですね、活用していただきたいなと思います。本当にですね、ちょっとこう、今までやってきた、本流のパーカーとはまたちょっと雰囲気が違いますので、コーディネートのですね、アクセントにぜひですね、お試しいただきたいなと思います。